こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。150億円、詐欺だらけのリフォーム業界をぶっ壊しありがとうございます。今日はカメラさんの方にお越しいただいております。山さんのこの挑戦しているリフォペが、このクラウドファンディングで実は年間なんと150億円もリフォーム業界の中で詐欺があったり、大きい代償問わずしたらいろんな形で苦労されて、 傷ついたっていう方いらっしゃいます。実は山さんのところにも、えー、実際にリホベカ友の会で何件かあって、実際に弁護士さん入ってということがあるんです。カメラさん、やっぱりこれ、今、今日お届けするのはキッチンのクリーナップお届けするんですが、冒頭にちょっとだけご紹介させていただきますこれやっぱり気をつけないと知識がない。今回でもキッチン、お風呂、トイレだけに限らず、知識がないことによってトラブルになった、えー、そんなケースって世の中多いんですよね。 非常に多いと思いますね。私が今一番大きく問題したのは、チラシで最低価格が書いててよりとかいうね、はい、これ非常に揉めてるケースがありますし、まあ、チラシ業者は特にこう気をつけなあかんケースが多いのと、ですねやはりやっぱり、まあ、ちょっと今はホーム販売っていうのはだいぶ少なくなっておりますけれども、はい、やっぱりいろんな本当に詐欺をしようという集団もあるのはありますので、やっぱり気をつけないとダメですね。そのためには みんなが正しいリフォーム、素敵なお家に住めるために、リフォナビというこのツールを使って、ヤマさんが27年間使った、この情報を皆さんの中で共有していく、リフォームする人が、リフォームした人から学べる、そんな空間をお届けしたいと思います。まずは今日は、このリフォナビ、ブログから、サ野のリフォナビから前回お届けしたシステムキッチの選び方の中で、やっぱりここは抑えないといけないんではないでしょうかと思う。そう。 このクリーナップキッチン最大の特徴は何と言ってもこちらステンレスを使用したキッチンステンレスといえば耐熱性もちろん安心です耐水性衝撃性錆びにくいこういったキッチンの特徴としてクリーナップこれはカメラさんもう業界の中ではステンレスといえばクリーナップっていう感じですよねそうですねやっぱりもうステンレスに関しましてはやっぱクリーナップが最高ですね はい。ということで素晴、はい、らしいと思います。キャビネットの構造がステンレス。骨組みもステンレス。ということで、ステディア、えー、こちらの方も人気があります。そして、表面にクリア,アップのステンレスの天板。こちら、ステンレスのキッチンにタイルを合わせるなんかも増えてきています。そうすると、そのステンレスの天板が、よりタイルとうまく相まって、おしゃれにデザイン的に高級感も見えます。で ビコートというこの傷がつきづらく汚れがこういったつきづらい素材で実際にはヘアラインとかロッシュとかね一番まあいいところこのロッシュっていうのがやっぱりこの最近のクリナップの凹凸この辺岩肌のようになっているデザイン性がいいそんなブログでご紹介させていただいております最後にシリーズご紹介したいと思うんですが最高級のセントロそしてステディア中 高級中級そして、なんと言ってもお値段で言えば、もう一番バリエーションある業界の、まあ、ある意味の、まずは楽エラという風に言われるような、一番まあ、リーズナブルで、コストバックでデザイン性的なところで、これは、残念ながら、キャビネット、木質っていう形になっております。カメラさん、この辺いかがでしょうかまあ、いろいろと、えっ、ー、と、キッチンの方のクリーナップでの特徴というと、カメラさんの思われるところどうですか そうですね。まあ、実はまあ最初楽園から楽園、はい、から始まりましてねやっぱりあの見に行ったらですねやっぱスディアもう最高にあの、うん、やっぱりあの予算がある人はセントロを、ねはい、選ばれているんですけども、えー、本当にあのセントロの前身である部分をですね あの作られた方、いまだにこう見に行きますと、何年経っても輝きが変わらないということで、オールステンレスですね、扉からすべていうのはもう最高級品ですから、まあ、私としては一番セントロをおすすめでたいのは、本当の気持ちですね、で,すねあのでも、ステディアでも、ラクエラでも十分あの素晴らしいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、クリーンアップここんななところががおすすめ湿気気ス、えー、ステンレスカビが気になる厚え買いいい買やすい 丈夫なキッチンこのハードな感じ、かっこよさみたいなのもあるんですね。で、引き出しもね、ちょっと軽いんですよ。なんかこう、開け閉めのところで言うとの、この辺のステ、えー、ステディア、えー、それぞれ引き出し、開けてみてください。価格抑えて、機能、デザインにこだわり、これがカメラさんも言われた楽エラ、この辺もあるのかなと思います。 ということで、亀田さん、今日冒頭お話しした、まあ、リフォームってやっぱ知識、どんどん広げていかないと、まあ、実際ですね、この先っていうものもありますし、実際に自分自身が業者さんだけじゃなくて、えー、実際に学んでいくっていうこと、これも必要ですよね。 もう十分必要ですねだからやっぱりあの業者さんの立場から見てもお客様が常にこうね騙されてないかなっていうふうに思われるケースもございますのでやっぱり真摯に対応していってそういうねややこしい業者と私たちは違いますよというのをアピールしないともう昔リフォームっていう会社の名前が付いただけで私どもの前も,もう本当に悪い業者っていうふうに思われましたのでまあそういうのをね払拭したいなと思っております。 はい、でカメラさんから私に質問があるんですよね。そうなんですよ。はい、今ねクラファンでお金を集めていただいているわけですけども、はい、お金の使い方っちゅうのがどういうふうに使われるかっちゅうのは、はい、ちょっと聞いてみたいなと思っております。はい、ありがとうございます。まさにですねこれを広げていくためにはですね YouTube の撮影編集それから まあ実際にこういったスマホで一つのポータルを作ろうと思ってます。今システム会社が入ってまして、システム会社からその皆さんが写真を入れてアップロードしやすいもの、それから実際にブログ、インスタ、こういったものを制作して、 一番は大きなムーブメントをこそにどん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 世の中に広げていきたいと思います。これ知らないからこそ、こういったリフォーム詐欺、リフォームトラブル、こういったところに繋がってくるんですよね。じゃあ、そうなったときに、このリフォナビがどん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 広告して知られていく、リフォナビがどん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 いいコンテンツを集めて使いやすいシステムになっていく。結果的に、このリフォーム詐欺のところを あなたたちはって戦うんじゃなくて、知識を広げること、リホナビを作ること、リホナビが広がることが全て解決策になりますし、なんだったらそういった素敵な業者さんがみんなリホナビに登録することで、ここの出会いの場まで提供できる新しいリホーブの作り方を山さんがこのリホナビを作って広げたいなと思ってます。神田さん、いかがでしょうか もう、それは素晴らしいと思いますね。私たちも業者の立場としてですね、本当にあのお客様と共にですね、変わっていきたいと思ってますので、ぜひこう、そういうものがあればですね、ぜひあの、参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、目指すは3333 33人。山さん、いけるの？行っちゃいますから、ついてきて応援してよろしくお願いします。みんなの力シェアシェアで、必ずこのリフォーム業界の坂本龍馬にならせていただきます。 本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。概要欄の方にクラファンの方のリンクも貼っております。ぜひ、ヤマさんとも LINE でお友達になっていただいて、先だらけのリフォーム業界ぶっ壊すそして被害に遭った方、ぜひ取材もさせてください。いきます。せーの、必ずなずできる,できるいってらっしゃい <laughs> リフォーナビクラファンスタートです